パーティーゲームがお送りする実況プレイ食べ頃スーパーモンキーボールの続きです。はい、前回メインモードを早めに終わらせてパーティーゲームのモードをねお送りするね、してきました。で、今のところ4種類だけねプレイしてみまして、残り6種類もちょっとねこのパートでお見せできればと思ってます。ちなみにですね、まあ、同時プレイとありました。ちょっとコントローラーつなげてね、どんな画面になるのかをちょっと、前回お送りした4種類のミニゲームでちょっと試してみたところですね。まあ、シーソーボール、スリングショット、デンジャースルーと、やっぱり画面分割でそれぞれプレイするという形になってました。でスペースモンキーアタックだけ同じ画面中で、やっぱり協力して一緒に、まあ、敵と戦うという形になってましたので、まあ当然ですけど、4人でプレイした方が圧倒的に有利ですね。はい。そういう内容になっておりました。はい。だから1人で攻略は、まあかなり難しいっていうのは、多分そういうことなんですよね。4人プレイ前提みたいな感じだと思います。はい。さあ、では、引き続きちょっとね、ミニゲーム遊んでみます。ハードル走。これも早く終わりそうだな、ハードル走なんて。多分100メートル走みたいなもんでしょ。どういう感じで行くのか。あ、待って、今見てなかったな、操作。ストップ、ごめん。操作を見てなかった。右に倒したらいいわけではないみたいですよ。はい。ごめんなさい。ちゃんと見れって話ですね。はい。あ、LR で走るんですね。はいはい。LR でバー連打してジャンプ。A ボタンでジャンプですね。OK。へへへ。あ、ジャンプ力低く。あ、違う。これはジャンプしちゃいけない。あ、ジャンプしなきゃいけないんだ。どっちだよ。ああ、ちゃんと超えることができたらスピードアップするんですね。ゴール、あ、どっち？やったー。なるほど。あなたの勝ち、どうもです。これだからまあ4人だったらもうね、見た感じですよね。見たまんまの。プレイが可能ということですね。競争ができるということで。うん。てか、CPU の難易度変えれないですね。うん。じゃあおしまい。はい、次。ハンマー投げ。これも同時プレイなんですね。これこそなんか代わり番号にプレイするような感じがしますけど。ちょっと待って、また操作みたいなかった。ついつい先々行こうと急いじゃいますね。ちゃんと操作見ろって話ですね。はい。L。ぐるぐる回すんかな多分。ハンマーを回して、A ボタン押しっぱなしにして、ハンマー回して、タイミングよく離すですかね。はい。Ready? Go! おー、こんな感じですね。早く離さないとこうなるみたいです。まあでも最高記録を競うみたいなんで、どうだ？こんな感じじゃないですか？お、いいんじゃないですか？結構いいんじゃないですか？いいんかどっかがわからんけど。もっと早く回さないといけないかな？あ、今明らかに、スピードダウンしたな。ちょっと待って、手のひらでやるか。あれ？難しいなぁ。待てよ。こうだ。あー、でも真ん中じゃねえ。やっぱり真ん中に近ければ近いほど、より遠くに飛びますからね。はい。記録は 101.79。あ、え？あ、そう、そっちだわ。107.01。ごめんなさい、そっちの方が上でしたね。これ同時プレイなんですね、でも。あ、いや、違うわ。交代プレイって書いてある、ちゃんと。ごめんなさい。失礼いたしました。そうですよね。全部同時プレイだったら、ここに同時プレイって書く必要ないですもんね。当たり前だって話でね。失礼いたしました。やっぱり交代プレイということみたいですね。はい。さあ、次。旗取りホバーレース。さあ、これはどんな感じですかね。あー、なんか操作がすごそう。前、あー、ラジコンですね。だからこれ多分。ね。ラジコンみたいな感覚ですね。両方とも前に倒したら前。両方とも後ろに倒したら後ろ。だから多分、右の車輪と左の車輪を操作するって感じになるんですね。だから、
右に曲がりたい場合は右を後ろに下げる、左に曲がりたい時は左を後ろに下げるという形になるみたいですね。はい、ジョイコン横持ちの場合はスティック2本ないですから、スティックとね、十字ボタンもしくは ABXY ボタンで代用するという形みたいですね。はい、優しい。どんな感じなのかな。要は順番に旗を取っていきましょういうことなんですかね。それとも順番はどうでも、あ、どうでも良さそうだ。あ、うん、そして滑る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 超滑る。待てよ、緊張に向きを決めてから、はい、こんな感じですね。早め早めの、あー取りすぎた。あー無事これ、そっか、ホバー、そうやね、ホバーだからですよね、この動きは。だった。この、この操作感ですよね。これ、あー、ちょっと待った、なんで今俺、華麗にかわした。あー、ちょっと。やばいやばい、思うつぼ。こういう時は一回シャッターを止めて、慎重に近づく。ね、この方がいいですね。はい、で向こう側ですね。あととりあえず一気に突っ込んでみて、あ、これは取れそうだ。あー取れんし。さっきからさもったいない思いばっかしてますね。はい、 OK、 慎重に慎重に。だいたいこれで優しいってどういうことやねんって話ですけど、ただまあ制限時間はないです。まあね、いくらでも時間かけても、まあそれがスコアになるんでしょうけども、ようやく慣れてきたところでクリアです。無事。これちょっとで別の難易度も遊んでみましょうか。どんな感じになるのか。まあ多分障害物が多くなるとか、ああいうことじゃないかと思います。でこれも多分画面分割でプレイする感じになるんですよね。なんかそれよりかはね、同時にプレイして旗の取り合いみたいになった方が面白い気もしますけども、それだとあのハイスコアを競うという形にできなくなっちゃうので、あ、旗の数が多くなったね。数が変わるだけかな、もしかして。数が変わるだけ、いやでも雪だるまの数も多くなってる気がする。 OK、 さっきよりかは慣れてるよ。とにかく、あー、ちょっと。よいしょ、緊張かつ大胆に、大胆にね、オッケーオッケー。でここで壁をあえて利用してバコーンってぶつかって止めてから、あ、この向きいいんじゃないですか。ちょっと待って、ちょっと待って、一回止めるね。一回止めて、ここのね、3本ぐらい4本ぐらいスラッと並んでますから、これを一気にパパパッと取りたいと思うんだけど、そっち先に取ろうか。で、ぐるっと回って、ぐっとブレーキかけて、お、いいんじゃないですか。さっきよりかは順調ですよ。まあ、旗の数が多いんでね、さっきの優しいの記録を超えることはさすがに難しいですけども。あー、でもこれこそつかめたら、もう思いっきり横に向いて、思いっきり左右の動きをコントロールした方が良さそうですね。中途半端なコントロールではなくてね。はい、さっき8本で1分30秒だったのに12本で1分40秒。うまいこと操作できるといいですね。面白くなってきますね。はい、まあ、難しい場合いいにしましょう。はい、はい、次4キースノボ、木のコースを滑り降りてゴールを目指そう。なんだ、スティック上下でスピード調整、右に曲がる、左に曲がる、ジャンプもあるみたいですね。はい、あ、これも優しい、普通難しいがあるんだ。さあ、あ、これは同時プレイですね。コースの形自体は単調ですけども、
これはジャンプ台のところでジャンプ、痛い痛い痛い。ジャンプするとみたいなことでしょうかね。そしてバナナが、あ、バナナ取ったらスピードアップ。痛い痛い痛い。あー、なるほどね。ジャンプ台で今ジャンプするとき、ジャンプ台でジャンプするときにジャンプボタンを押したら着地時にスピードアップっぽかったですね、今。はいはいはい、こんな感じですね。バナナゲットもね、お忘れずに。あれ違うな、着地したときに A ボタンなのかな。待ってくださいね。まあレース自体は全然コンピューターがそんなに強くなさそうなので、え、ああそうですね、着地した時に A ボタンですね。したらスピードアップします多分。ちょっと普通この後もう何レースかやってみましょうか。痛い痛い痛い、ちょっと違うか、どうなんだろうな。ある程度のなんかこけた。ある程度以上の高さをジャンプしたらなのかな。ちょっとこれ試してみましょうか。ああ、そっか。うん、今、着地の時ボタンを押しませんでしたけども、スピードアップしたということは、だけど、ある程度高いジャンプをしたらということみたいですね。痛えな。当たり判定でかくないですか。ねえ。あ、で、あ、だだだ。落ち着いて。ラストスパート。よいしょー、余裕。これはコースが優しいだけじゃなくて、もしかしたら CPU も優しい難度なのかもしれませんね。ちょっとこれは普通、いや難しい、やってみよう。テクニカルな難しいコースちょっとやってみよう。どう違うのか。あ、だいぶ違う。今のじゃジャンプ力は足りないですね。あれだだだだ、あれだだだだだ。今巻き込んだね。明らかに巻き込んだね。よいしょ、オーケー。あー、オッケーじゃない。雪だるまよ。しかも崩れもしないというこの硬さ。あ、どう、ヒュッて飛べるの、これ気持ちいいですね。ふっ、ダーン。まあ、レースゲームとしては十分に成立してる面白さじゃないかと思いますけどね。ちょっと雪だるまの当たり判定が微妙におかしい気もしますけど。あー、なるほど。赤いところに差し掛かってジャンプすれば、ね、ジャンプできる、ジャンプ台マークね。赤とかピンクかな、ピンク色の台のところでジャンプできれば、いいみたいですね。あー、で、今のが後ろを押すとね、しっかりブレーキかけてくれるみたいですね。あー、そして抜かさ、抜かされたと思ったらなんか勝手に倒れたと。スピードの上げすぎも禁物かな、これは。だからバナナ取らないという手もありますね、これは。あ、しまった、今。いや、違う違う、ジャンプ、ジャンプしようとしたんだってば。だってね、雪だるまの頭の上にバナナがあるってことは飛び越えられるってことですからね。あー、飛び越えてよ、はーって決めたいですけどね、本来なら。わぶねえ。いや、難しい。あ、てかこの雪だるまでかい。あー、だった、やばいやばい。さあ、お、でかい雪だるまが真ん中寄りにあるので、これも端っこに寄った方がいいですね。で、ぐーっと曲がって、あー出た。曲がりすぎた。曲がりすぎ。で、ここでジャンプ。おー、イエスーイ。そしてラストスパート。おー、いいジャンプ。いいジャンプだけど、危ない。もう、ぶつかって倒れるぐらいなら、思いっきり舵を切ってスピードダウンしてでも、舵を切って当たらないようにした方がいいですね。まあこれはでも割と楽しいんじゃないかと思いました。はいはい、続いてモンキーターゲット。はい、これはね、ほんまに1からずっとある、解禁しようかどうかは分からないですけどね。はい、A ボールの向きを変える、ボールを開く、閉じる、
はい。ボール阻止と、まあこれはプレイしてお見せした方が早いですね。うん。単に飛んでいきゃいいだけなんじゃないんですよね。ちょっと。はい。こんな感じですね。おーってって、一回このタイミングで開きます。で、こう、滑空するわけですね。で、どこでもいいです。好きなターゲットを狙って、もう一回 A ボタンを押して閉じる。で、まあ、着地したポイントでスコアを競うというわけなんですね。これ何回やるん？これどうだったかな？遠くであればあるほど良かったっけな。で、さっきの感じからすると、風船に当たっていくことで、ね。あれ？あれ？あれ？おかしいな。ああ、そっか。多分ですけど、飛んで、隠しながら、スッと上に上がる。あれ？むずいな。もうちょっとなんか、終わっちゃったよ。ちょっと待ってね。400。ゼロ。沈んでるところを見せるなし。意外と、えげつないあれですよね。えげつないワンシーンですよね。ちょっともう一回やらせてください。昔のモンキーターゲットはもうちょっとね、左右上下結構自由にふわふわ動けたような気がするんだけども。どんなタイミングだったっけなぁ。もっと、もっと、こんな感じだったかな。あれ？ダメだな、全然スピード制御できてないな。でも飛ぶ方向は一緒なわけだから、やっぱり単純にやっぱり、うん、上空に来たタイミングでもうパコンってやった方がいいみたいですね。あー、もしくはやっぱり風船ありきなのかな。隠して、うっ。あー、やっぱりなんか違うな。風船ありきな気がする。そんなルールだったっけな。ちょっとじゃあ例えば右の風船をちょっと目指してみましょうか。例えばね。お、あんなとこにもよく見たら的がある。あ、閉じちゃった。閉じちゃいけない。閉じちゃいけない。あれ、一回閉じたら、もう開かないんですよ、実は。一回しか許されません。いいから。ゼロゼロゼロでしょ。わかってるって。で、バナナ中。なんか情けみたいな感じだね。そう、もう一回やらせてください。あれ？もうちょっとなんかうまいことできたような気がしたんだけどな。だって私まあずっとやってんだからモンキーターゲットは慣れたもんなはずなんですけども、ちょっと待って、全然違うバランスになってる感じがしますね。それか余計にボタンスティック操作せん方がいい感じなのかな。ちょっとダメだなこれも。ちょっと一回諦めよう。下手にスティック操作せずに流れに身を任せて本当に微調整しかせん方がいいパターンかもしれませんね。ほんのり微調整。で、まあ、パーンっていって、取れたので、あんまり急激にやっぱり、傾けるとダメみたいですね。で、この風船目指してみましょうか。取り抜けた！やった！それじゃあいかんでしょ。だからスティックの傾けすぎに注意ですね。で、最高点のところでやっぱり開いた方がいいというのはあります。これゆっくりゆっくり、例えばあの風船をちょっと目指してみましょうか。で、パーンでしょ。ちょっとそれは何もないからこっち。
ぐわーんって曲がってですよね。ちょっと待ってよ。あのリザルト画面見えるのがめんどくさいので一回壊します。ちょっともう一回でクリアして、ほんまになんか釈然とせんな。ちょっと待ってよ。でもまあ今ちょっとコツは分かったんで、昔は割と自由が効いたんですけど、昔以上に繊細な操作が多分必要になってるっぽいですね。これはゆっくりほんの少し倒して、はい、でやめだ、このターゲット狙おう、このターゲット、よいしょ、あー思ったより転がったな。まあまあいいんじゃないですかね。ね、二つ目はね、順当に真ん中一番でかいね的をちょっと目指してみましょうかね。ちょっとバナナをある程度取っていきましょうか。まあ真ん中が一番当然ね、やっぱ狙いやすいです。これぐらいでどうぞ。あ、早すぎたー今度は。思ったより摩擦が強いです。で、今度最後ちょっと右端っこになったあのものすげえちっちゃいターゲットありましたよね。あれちょっと行ってみようかな。これこれ。どうよ。あーダメだ全然。ああいう場合は逆に思いっきりスピード落とし状態で差し掛からんとダメなんですね。はい。500点、300点、0。まあさっきよりはいいですね。だから、スティック操作は本当に繊細にやった方がいいみたいです。はい。さあ、最後、モガラ叩きですって。うん。どんな感じでしょうか。スティック操作と今 A ボタンで叩くでしたね。はい。ああ、もう自由にこうやって動かせるみたいですね。あ、でね、あの、近くに寄ったらね、勝手に、ちゃんと、あ、そうでもないな。ある程度合わせにいけんな。あ、オッケー。いかにもお頭的なやつがね、いたんで。あれが20点。こいつ。こいつ。これは多分4人でプレイするときは、ね、すべてのハンマーが同時に表示されて、競い合う感じになりそうですね。おい、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 あ、おい。あれでも普通のやつ倒してもなんか100点の時があるんだよな。あれ何なんだろう。あれからミスらずに連続で叩いた方がいいってパターンかな。あーちょっと最後最後しょぼかった。なるほどね。はい、これは分かりやすいですね。はい、あ終わっちゃったね。そんな感じですね。あでも時間も割といい感じだな。そうですね、手応え的にまあ一番面白かったのはスノボーかな。まあまあシンプルですけどね。ちょっとこの辺難しすぎるやつもありましたね、結構。デンジャラスルートとかね。はい。こんな感じかな。さて、では、まあね、こういう感じでメインゲーム、バーチーゲームとお送りしてきましたので、一応まあね、一通り内容は、十分にお見せできたかと思いますので、一応私からの今作のプレイ動画はここまでとなりますので、最後まとめの話をちょっとね、させていただきます。はい、食べ頃スーパーモンキーボールということでね、Wii でですね、本体と同時に発売されたモンキーボール、ウキウキバーキー大集合をベースに、リメイクした作品となっております。まあ、リメイクといってもバーキーゲームはものすごく減ってるんですけども、実は、メインゲームの方は逆にちょっと増量という方になってます。まあね、ご覧いただいた皆さんわかるように、あの、こんなに可愛いね、お猿さんたちなんですけども、難易度はほんまに高いです。うん、これ昔からです。もともとですね、スーパーモンキーボールシリーズはですね、モンキーボールという名前でアーケード向けに実は展開されてた
というのがありまして、私実はそれ最初の頃は知らなかったんですけども、それもその時ももう今と全く一緒で、本当にレバーみたいな、操作でステージ傾けてゴール目指すっていう内容だったんですね。今と全く同じです、ジャンプがなかっただけでね。でそのまんまの内容でゲームキューブでスーパーモンキーボールという名前で登場して、まあ歯応えがありながらも、まあね、メインゲームも楽しい。で、パーティーゲームもワイワイ盛り上がれるってことで盛り上がって。で、続編となるスーパーモンキーボール2で、ベストパーティーゲーム賞と、その年のね、ベストパーティーゲーム賞ですね、マリオパーティーを抑えて、スーパーモンキーボール2が選ばれたという実績があって、まあそこら辺がやっぱり有名になったきっかけだったかなという感じはしますね。はい。なんですけども、なんかね、回を追うごとにどんどん難しくなっているというね、メインゲームが、どんどん難しくなっているような印象はとてもありました。あと、ぶっちゃけパーティーゲームのクオリティだけで言えば、ワンツーとかの頃の方が安定してたかなっていうのはちょっとあります。ちなみに初代モンキーボール、スーパーモンキーボールは6種類。モンキーボール2では12種類のミニゲームがありましたけども、2でもね、なんかパッとしないミニゲームは確かに何個かありましたけども、でもモンキーレースとか、モンキーターゲット、モンキーファイトとかね、すげえ、ね、ずっと楽しめるようなね、魅力的なミニゲームが結構多かったですけども、ちょっとこのパーティーゲームはやっぱり、キート不安定、ゲームバランス、難易度に関してはちょっと不安定なところがあるかなっていうのは正直思うところです。でもこれは本当に Wii 版からそのまま変わらず、かつ、まあ、スティック操作に置き直して、まあ、リメイクしたと。Wii の頃は全部これ Wii リモコンで操作、ね、多分傾きで操作してましたから、もっと難しかったわけですよ。これね。だからそう考えると、これだけ、これでも優しくなってるっていうね、恐るべき技術があるんですけども。はい。まあ、お手頃な価格ですけども、まあ、難易度が高いこととか、あとはね、パーティーゲームもまあ、まあ、ものすごく盛り上がるかって言ったら、まあ、スーパーマリオパーティーとかの方がいいんじゃないって話にはなっちゃうかもしれないです。確かに。でも、まあ、まあ、お手頃価格が、だからまあ、いいんじゃないかなっていう感じがするような内容だったかなと思いました。まあ私自身は本当にシリーズずっとやってるので難しいのはもう正直なんですけども、まあこの動画でね、初めてこのシリーズの動いてるとこを見たっていう方がですね、何これと。クソ難しいじゃないですかと。いうね、話をされてて。まあそういう意味では、確かに万人受けしにくいゲームに、だったのかなって感じがします。そこはね、なんかもうちょっとこう優しくても良かったんじゃないかってきますけども、そこはやっぱりセガさんがね、やっぱりアーケードライクな考え方をお持ちだからっていうことなのかねみたいな話がね、ちょっとブログの方でもやったことがありますけども、まあそういうちょっとね、ゲームバランス的になかなか優しくはない、ものではあります。ただまあそのシンプルなね、ゲーム性でまあ繰り返しプレイしね、頑張って挑戦してみたくなる、こう流れですよね。リトライもスッとできますしね。そういう意味では、頑張って挑戦して達成感を味わうゲームとしては、十分に、魅力的な内容になっていると思いますので、はい。そういうとこ魅力に感じていただけたのでありましたら、皆さんの手で、メインゲーム全制覇。ね。あとパーティーゲームもですね、ネットランキングとかあるみたいですのでね。そういうのにも挑戦してみても、よろしいんじゃないかな、と。というふうに思いますので、はい、気になった方はですね、本当に、食べ頃でお手頃なモンキーボールでございますけども、はい、ちょっと楽しんでみていただけたらと思います。まあ私としては今後もこのシリーズが何かの形でまたね、今度は完全新作としてね、なんかもうちょっとまた変わった、生まれ変わったスーパーモンキーボールも楽しんでみたいと思いますけど、どうだろうな。ちょっとわかんないですけどね、今後は。はい。というわけで、食べ頃スーパーモンキーボールのプレイ動画そろそろね、おしまいにしたいと思います。ご視聴いただきました皆さん、本当にありがとうございました。また別のプレイ動画でお会いいたしましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。